神戸改正女子学院中学校、高等学校は、兵庫県神戸市田区青谷町2丁目にある、ローマカトリック系のミッションスクール。神戸改正女子学院小学校併設、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。設立母体は1859年に、例のアンティエによって、フランスのブルゴーニュ地域県。 ソーヌイコールエイコールロアール県ァイユで創立されたローマカトリック教会の女子修道会、ショファイユの幼きイエズス修道会。現在の経営母体は1877年に創立されてイタリアの首都ローマに本部を構えるローマカトリック教会の女子修道会、マリアの宣教者フランシスコ修道会である。福岡に姉妹校がある。小学校から大学までて、 同じ敷地内にある。高校からの募集はを行わない完全中高一貫校。小学校から40名、そして中学校から約100名が入学し、中高では1学年約140名となる。少人数編成での授業や、英語は、ロバート・エム・フリン新婦長、イエズ・スカイ編さんの、プログレス・イン,イングリッシュシリーズを長期間にわたって、教科書として採択しており、 校内英語暗唱大会と英語弁論大会を行っている。また、フランス語についても授業の他に、ブルゴーニュ地域修道会への修学旅行を行うなどして、英語、フランス語教育に力を入れている。中学3年次では、英会話かフランス語どちらかを選択することになっている。冬制服、冬制服の釣り、スカート、冬服は、黒色の一つボタンで、ヘチマカラーのブレザー。 襟がそのまま膨大になった白のブラウス、前後ろに2本の箱ひらのある釣りスカート、また、夏服は丸襟で前立てに、タックの入った半袖ブラウスに、瑠璃色の釣りスカートである。この他白で縁に、青のラインの入ったカーディガンと紺色のカーディガンが、使用されている。紺の方が白より厚めであり、伸びにくい。夏服はかつては小学校と、同じ鮮やかなスカイブルーであったが、 現在は、やや暗めのり色に変わった。なお改正の制服は小学校から高校まで、全くデザインの同じ釣りスカートが伝統的に使用されている。このスカートの釣り紐はかつては、高校生は背中で紐が交差されないデザインのものを着ていたが、現在では、高校生も背中で釣り紐が10文字に交差されるノーマルなデザインの釣りスカートである。 高校の制服に釣りスカートが採用されている学校は少なく日本の女子高校生の制服の一つのタイプを示す制服として貴重である。ありがとうございます。